Dear Friends。 こんにちは、坂本美優です。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りする坂本美優の Dear Friends。 本日のゲストは韓国にいらっしゃいます。今日リモートでおつなぎしてお迎えするのは、今世界で活躍しているバンドセソニョンからファン・ソユーさんです。こんにちは。こんにちは。お元気ですか？잘지내십니까？네、잘지내고있습니다。はい、元気でやっております。会いたかったです。ポゴシポソヨ、ポゴシポソヨは知ってる。今は韓国のどこにいらっしゃるんですか？지금은한국에어디에계시는지요？저는지금집에있습니다。ご自宅にいます。お休みの日にありがとうございます。그런귀중한날을시간잡아주셔서너무고맙습니다。아닙니다。とんでもないです。こういうふうに日本のラジオに出演することはありますか？이런식으로일본라디오에출연하신적은있으신가요？사실제가막기억력이엄청좋은편은아니지만제기억상으로는없었던것같습니다。私はあまり記憶力がいい方ではないのですが、私の記憶の限りではないような気がします。貴重な機会ですね。そして今日ご一緒してくださるのは通訳のファン・チャソンさんです。ファン・チャソンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頼りにしています。リスナーの皆さんに私の大好きなこのセソニョンというバンドについて改めてご紹介させていただきます。ボーカルギターのファン・ソユンさんを今日はお迎えしていますけれども、もう一方ベースのパクヒョンジンさんがいらっしゃいます。二人組です。デビューは2017年、結成2016年で2017年デビューです。韓国大衆音楽賞で今年の新人部門最優秀ロックソング部門での受賞をされましたし、また2021年には YouTube ミュージックの2021ファウンドリーで唯一の韓国チームとして選ばれたりもしています。そしてソユさん、ソロ活動もされています。ソロ活動では BTS のリーダー RM さんとのコラボレーションスモークスプライトも世界的に話題になりました。この曲は私も本当にかっこいいな、大好きだったセソニョンと RM さんが一緒にやるなんてと感動しました。今年の3月に日本でライブをしてくださいましたね。ライブどうでしたか？어떠셨어요？오랜만에일본ライブ네。와、3월이었다니시간이진짜빠르기도하고짧기도하고그러네요。그때헬로월드라고、その3月の時に日本に来たのはハローワールドというツアーだったんですけれども、このツアーでは各国のミュージシャンの皆さんとステージに立つというコンセプトのもとにやっておりました。とはいえ久しぶりに日本に来て公演できてすごく嬉しかったです。これまで日本に来てフェスだとかそういったところにたくさん参加をしていたんですけれども、今回は自分たちの音楽をたくさん見せることができて、私たちが一段と成長した姿をお見せすることができたんだなというふうに感じています。本当ですね。エイウィチさんとのコラボレーションもかっこよかったです。재밌었습니다。楽しかったです。最近ですとキリンジとのコラボレーションもありましたね。요즘에는キリンジ랑또콜라보레이션을하셨다고들었는데요。네、ポノメカシ라는곡에セソニョンにフィーチャリングを했고9월에릴리즈가됐습니다。そうです、ほのめかしという曲にフィーチャリングで参加することになりました。そうなんです、ほのめかし今出ております。プサンのフェスで一緒に共演されたんですよね。그래서부산에서있었던フェス에서같이공연무대에섰다고들었습니다。네、인천에인천펜타포트라는페스티벌에이제키린지가정말몇십년만에이제내한을하셨었는데그때같이무대를만들었습니다。インチョンのペンタポートというフェスなんですけれども、すごく久しぶりにキリンジさんが参加してくださって、その時にご一緒させていただきました。本当にいろんなアーティストがセソニョンと演奏してみたいってこう憧れを抱いてますね。私もその一人で。ちょうど苦情花子よ。やはりなんといってもソユンさんの声がとっても好きです。무엇보다도소연씨의목소리가너무좋아요。
아감사합니다그때한국에 오시기로하셨을때같이뭔가할수있었으면참좋았을텐데아쉬웠어요ありがとうございます韓国にいらっしゃると聞いていたのでぜひともご一緒したいなというふうに思っていたんですけれどもそれができなくて残念です前回はねちょっとタイミングが合わなかったんですけれども次回ぜひお願いしますそして3月のコンサートでは秋ぐらいにまた来ようかなっておっしゃっていたんですけれどもそれを有言実行してくださいます失礼하셨다고맞아요그그때미유상이랑얘기하면서아그올해가가기전에한번더일본에가고싶다고얘기를했었는데そうなんです3月に来た時ミュウさんともお話しさせていただいたんですけれども今年が終わる前にもう一度日本に来たいなというふうに話していたんですねでもそれが本当に11月に実行できるということで東京大阪に来れるということで大変嬉しく思っています嬉しいです東京に来る前もかなり旅が多いですけれども11月は各国を回られてバンコクとかマニラとかね行かれますそして11月21日火曜日が梅田トラッド11月23日木曜日祝日ですこちらが渋谷スポティファイオーイーストとなっています必ず行きますそれではセソニョンの最新シングルをお届けしたいと思いますソヨンさんから曲紹介をお願いしますで、다음곡은요セソニョンのキド들려드리겠습니다모든게멈춰서길한가운빛속에너의노래를바라보자너무아게도요즘날씨는나에게또너에게슬픔을가져다주곤하지만두손에담겨진것다빼앗기고キッドお届けしていますこれミュージックビデオもすごくかっこいいんですけれどもこのキッドというキッドという曲はどんなテーマで作られたんですかキッドラの곡은어떻게만드셨는지요キッドラの곡을썼던건제가이제막성인이됐을때에쓴곡이에요キッドという曲はですね私が成人になった頃に作ったんですけれどもその当時私がこの世にそしてこの社会に初めて一歩を踏み出したばかりの時に感じたことをしたためた曲なんですねとても簡単に申し上げますと私がこの世界に対して絶望と希望を感じたということをここの歌では歌っていますうーん昔にもうできていたんですねこの曲が이미전에만들어졌던곡이었네요네사실근데그당시에는그냥멜로디와가사정도만있었고
当時はメロディーと歌詞ぐらいしか作っていなかったんですけれども、この曲を世に出すタイミングというものを、そして世に出す理由というものを探し続けていたんですね。で、今になって私の心とか気持ちだとか時が来たなと思って、このタイミングで出しました。そう聞いて聞くと、あのサビのメロディーが、歌い方も含めて、その若者の叫びっていうような気がしてきますね。もう、맞아요。저또한、もう、엄청많은시간이지난것은아니지만、이곡을부를때마다、そうですね、この曲を歌うたびにですね、現在の私だけを考えるのではなく、時を超えてすごくタイムレスな曲として皆さんに届けられるんじゃないかなというふうに私自身も感じています。コンサートで聴くのも楽しみです。坂本美優の Dear Friends、 今日は韓国のバンドセソニョンのファン・ソユンさんをリモートでお迎えしています。お知らせの後もまだまだお話伺います。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしています。坂本美優の Dear Friends、 今日は韓国からのお客様、世界で活躍するバンドセソニョンのボーカル&ギターファン・ソユンさんをリモートでお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。あー、ナイスナイスそして引き続き通訳してくださるのはファン・チョソンさんです。よろしくお願いします。さあ、ソユンさん、あの、はい、思っていたよりお若くって、今26歳。で、私が、ソユンさんのことを知ったのは、まあ、セソニョンのことを知ったのは5、6年前になりますね。私の父、坂本龍一が大好きだと、まあ、ラジオとかでも言っていて、個人的にもこのバンドすっごくいいんだよ、インスタか何かを見せてくれたんですね。そのライブ映像が本当に衝撃的で、こんなかっこいい新しいバンドが韓国にいるんだなぁとワクワクしたのを覚えてます。그때라이브영상보면서너무충격적이었고요이렇게멋지고새로운밴드가있나싶을정도로정말놀랐고정말기대했어요계속그기대에부응할수있었으면좋겠네요その期待に応えられ続けたいですねその後、あの、うちの父とは交流があったんですよね。그이후로도아버지랑많이교류가있었다고합니다그죠네あの、父が韓国に行った時も会っていたり、日本では一緒に何かを食べたと聞いたんですが、ソユン씨が日本に오시면꼭뭘드시러가셨다면서요。아맞아요이제카레우동을진짜제인생에서제일맛있었던카레우동을먹었던기억이나고뉴욕에서도뵀었고そうなんですよ。私が人生でとっても大好きで美味しいなと思ったカレーうどんをごちそうになりました。その後もニューヨークで、そして日本で、そして韓国で、いろんな地域でお会いすることができました。カレーうどんの思い出カレーうどん추억너무좋아합니다とっても大好きです。そうですか今度はあの私と行きましょうね다음에는저랑가요아좋습니다いいですねソユンさんは、教授の著書僕はあと何回満月を見るだろうにもコメントを寄せてくださっていて、とても美しい言葉を書いてくださっています。さて、セソニョン現在ワールドツアー中ということをお話しいただきましたけれども、今回のツアーはどんなツアーになっているんでしょうか。지금ワールドツアー중이라고들었는데이번ツアーの어떤공연을하고계시는지요。이제월드투어를하고있습니다이제지난8월9월부터미국유럽現在ワールドツアー中でして、8月9月に、アメリカ、それからヨーロッパを回ってきたところです。その後は韓国公演を皮切りにアジアパシフィックツアーにつながるんですけれども、12月のオーストラリア公演まで、続くようになっています。これまで25、6公演ほどこなしてきました。すごい、今日程を見ているんですけれども、本当にコンサートやってすぐ移動して、また次の日ライブやってって、ずっと続いてますね。公演後、公演끝나자마자또이동하고、정말쉴새없이가시는것같습니다。맞아요。사실、투어를하면、그나라의어떤분위기나、둘러볼수있는시간이있을줄알았는데、정말、
열심히공연하고다음날다른나라로이동하고미국에있다가갑자기유럽지구반대편에가있기도하고そうなんです。実はツアーというふうに聞くと、その各国だとか地域の雰囲気を感じたりとか時間を過ごしたりとかっていうのができるだろうと思っていたんですけれども、実は一生懸命公演だけして回っているような感じがします。本当にたくさんの国に行ってきたんですけれども、アメリカを行った次の日の次の日ぐらいにはもう地球の反対側のヨーロッパに行ったりとかですね、生きててこんな経験はするのだろうかって思うようなことをたくさん経験してきました。そして皆さん、このハードスケジュールを見て私のことをすごく気遣って心配してくださったんですけれども、今ご覧の通り無事帰ってこれたので楽しんできたんだろうなということが皆さんに伺えていただけたら嬉しいです。そうですね、画面越しですけれども元気な顔が見れてよかったです。今日みたいな休みの日、まあ休みといってもね、ラジオが入ってしまいましたけれども、お休みの日って何されてるんですか？スケジュール잡아버렸지만쉬는날에는평소에는어떻게지내십니까？사실엄청잘쉬지는못하는것같아요。근데보통은집에있는편인것같고저는의외로カフェ많이가요。コーヒーを마시지는못하는데。たくさん休むことは最近なくなってきたんですけれども、休みの日となったら家にいるか、カフェに行って本を読んだり、それから思いにふけたりですね。本当に言葉通り休息という言葉を噛み締めるように時間を過ごしています。インドア派ですね。チップチュリしてねよ。ねえ、マジで。それではもう一曲セソニョンの曲をお届けしたいと思います。じゃあ다음들려드릴곡은요セソニョンの자유입니다。
ソニョンでジャーユーをお届けしています。はい、坂本美優のディアンフレンズ、今日は韓国のバンドセソニョンのファン・ソユンさんとお送りしています。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてきました坂本美優のディアンフレンズ、今日は韓国と東京をつないでセソニョンのファン・ソユンさんをリモートでお迎えしました。ソユンさん、감사합니다。감사합니다。セソニョンジャパンツアー間もなく開催です。11月21日火曜日は梅田トラッド、11月23日木曜日は渋谷スポティファイオーイーストとなっています。詳しくはクリエイティブマンのオフィシャルサイト、日本公演のページ、または SNS などご覧ください。ソユンさん、最後に日本のリスナーにメッセージをお願いできますか。마지막으로청취자분들한테인사부탁드립니다。네일본라디오그리고미우선과함께할수있어서너무즐거웠고요또일본에서만나뵐수있었으면좋겠습니다저희는열심히또공연준비해서멋진공연보여드리도록하겠습니다감사합니다日本のラジオの皆さん、それからミュウさん、ご一緒できて本当に楽しかったです。早く日本で皆さんとお会いしたいと思っています。そのために私たちは一生懸命公演の準備をして、皆さんに素敵な姿をお届けしたいと思います。ありがとうございます。감사합니다。ヒョンジンさんにもよろしくお伝えくださいね。はい。それじゃあ会えるの楽しみにしてます。다음에볼날기대하고있을게요。私もです。ソユンさん、またね。またね。ファンさんも通訳ありがとうございました。とても楽しい時間でした。ありがとうございました。さて、ここでリスナーアンケートのお願いです。現在、ディアフレンズでは、今後の番組作りの参考にするために、皆さんのご意見、ご感想を募集しています。詳しくは、ディアフレンズの公式 X をご覧ください。ご協力よろしくお願いします。ディアフレンズ、ここまでのお相手は坂本美優でした。それではまた明日。